コートニー・ソーン・スミスは、アメリカ人の女優。メルローズ・プレイスのアリソン・パーカー役、アリー・マイ・ラブのジョージア・トーマス役、アコーディング・ツー、ジムのシェディル役の演技で知られている。カリフォルニア州サンフランシスコに生まれ、南高のメンローパークで育つ。彼女の父親、ウォルター・スミスは、コンピュータの市場調査員であり、母親はセラピストをしていた。彼女が7歳の時二人は離婚。 彼女は時期をずらして両親のそれぞれと暮らしている。彼女はカリフォルニア州アサートンにあるメンロアサートン高校に通い、1985年カリフォルニア州ミルバレーにあるタマルパイ高校を卒業。高校に通いながらミルバレーにあるアンサンブルシアターカンパニーで演技もしている。ソーン・スミスが初めて映画に姿を現したのは1986年のドラマ ルーカスの初恋メモリーである。この時の共演者には、ミノナライダー、コリー・ハイム、チャーリー・シーンがいる。彼女は1980年代後半、多くの映画に関わっている。例えば、サマースクール、ナーズの復讐2、ナーズ・イン・パラダイス、ビーチバレーにかけた夏、チェアマン・オブ・ザ・ボードなどがある。2000年、 体操選手のアンドリュー・コンラッドと結婚するが翌年に離婚。2007年、マーケティング事務所を経営するロジャー・フィッシュマンと再婚。2008年、40歳で第一子を出産した。クリントン、アイボリー、コートニー・ソーン、スミス・マリス、people.com。 Www. HTML Hat, ong, h t t p w w w p e o p l e c o m p e o p l e a r t i c l e r e a 2 0 7 9 1 6 0 0 h t m l h a t c o r t o n y s o n e s m a b o y p e o p l e c o m h t t p w w w p e o p l e c o m p e o p l e a r t i c l e r e a 20168141-00HTML ありがとうございます。